クリスティアーノ・ロナウド、レアル・マドリッド。第2節まで勝ち点6と調子がいいエキサイトステージはここまで勝ち点0で最下位に沈むタンタカタンのホーム池誰にも止められないに乗り込み3連勝を狙います。上位に残るためにも必ず勝ち点を取ってホームに帰りたいエキサイトステージ。2節とは変わり右サイドにドリブラーゲログボを投入、また左ボランチに藤を投入して中盤を変更してきました。開始直後ボールを奪った T3 ヒロコのロングフィードに抜け出した池、サイドを突破します。このクロスに飛び込んだフォワードサヤのヘッド、これがなんといきなりのゴール、ファーストシュートで得点します。エキステはゲーム開始直後から守備攻撃ともに不安定な立ち上がり、そこを突かれた失点になりました。エキステの中盤フジがここからループで狙うも T3 守護神カエラが素晴らしい反応でセービング、ゴールを割らせません。コーナーキックを獲得したエキステ、このクロスに飛び込んだ翼のヘッドはキーパー正面、いまいち流れに乗れないエキステを押し切ることができません。守備でも乱れが出ます。この藤のトラップミスにハウスとまさかの衝突、しかしこれはヒロコが吹かしてしまい助かりました。直後にも池からサヤへ早い展開で1対1、これはハウスがファインセーブ。ひたすら耐え続けるエキステですが T3 の波状攻撃を止めることができない。このクロスに飛び込んだヒロコ、これはポストに嫌われますがこの後粘ります。ヒロコここで粘ってクロス、これは届きませんでしたが、再度池からの折り返しをサヤ、今日2本目のヘッドが決まり早くも2点差がついてしまいます。中央を固めてサイドから攻めたいエキステですがサイドを突破することができません。この中央の藤のミドルシュート、これはしかしキーパーにキャッチします。完全な T3 ペースで試合が進み前半が終了、後半の立て直しに期待がかかります。後半開始直後ヒロコのこのパスに抜け出した池、しかしここはハウスがなんとかしのぎます。エキステのチャンスはサルからゲログボ、そして翼とつないでダイレクトシュート、キーパー弾いて押し込むもこれは正面。再三 T3 のチャンスを作っているヒロコはこのドリブル突破、まだドリブル、そしてミドルシュート、これはキーパー正面。エキステは後半にフリーキックのチャンス、ここからフォワードに合わせていくも守護神カエラが飛び出してセーブ、素晴らしい反応です。後半ようやくサイドを突破できたゲログボ、このクロスには通りませんが自分で拾ってシュートを打てない。 T3 エニーや池の素晴らしい守備が見れました。直後もゲログは右サイドドリブル突破、そしてシュートはやはり打てない。中にドリブルを図るゲログをなかなかチャンスを作れない。サイド突破するリル、そしてゲログをもう一度ここからクロス、しかしキーパー後半の折り返しをサルのミドルシュート、しかしこれはキーパー正面、波状攻撃も止められてしまいました。エキサイトステージは結局サイドから再三後半はチャンスを作りましたが、結局点を奪うことはできませんでした。エキサイトステージリーグ戦初黒星、タンタカタンは、初の勝ち点獲得ということになります。第4節は首位稲妻イレブンとの対戦を控えたエキサイトステージ、強豪稲妻イレブンにどこまで迫ることができるのか。前節タンタカタンに敗れているエキサイトステージ、この試合では何としても勝ち点を取ってホームに帰りたいところです。稲妻イレブンは守護神不在のため主催者ジャイアンがゴールキーパーに入っています。前線のコンビネーションはどう変わってくるんでしょうか。対するエキサイトステージはタンタカタン戦と全く同じイレブンですね。右サイドのゲログの突破力が鍵になりそうです。さあ試合始まっていきなりチャンスをつかんだな稲妻イレブン、ブンブン丸のフライスルーに飛び込んだ、しかしこれはギリギリでオフサイド。前半開始2分、いきなりチャンスを作ってくる稲妻イレブン、さすがです。エキサイトステージはそのオフサイドのフリーキックを直接左サイドアニフが受けて切れ込んでクロス、そして翼のヘッド、これはキーパージャイアンファインセーブ。
ヤジェベン左サイドブンブン丸から小田原ドラゴン、このクロスは届かない。さあ稲妻イレブンの攻撃はさらに続きます。右サイド突破した、早いぞ。ここからクロスを上げてくる、ファーのヘディングフリーだ。これを外してしまいます。キーパーハウス完全に釣られましたが助かりました。左サイドステージチャンス、ゲロクボ左サイドからクロスを上げて翼のヘッド、これはキーパー正面。ここでビッグチャンス、たわしのフライスルーに飛び込んだアニフ、キーパーをかわしてシュート、あーっとこれを外してしまった。アニフなぜここでループを打ってしまったのか、悔やまれるシュートになります。直後エキサイトステージチャンス、翼右サイドドリブル突破に成功、引きつけて横パス飛び込んだゲロクボ、貴重な先制点を奪います。前半44分、チームメイト駆け寄ってくる、左足見せます。後半になると稲妻イレブンは中盤のパスワーク、華麗なパスワークから飛び出して小田原ドラゴン横パス、あっと同点かと思われましたが小田原ドラゴンのパス、これがちょっとオフサイドにかかってしまった。稲妻イレブン決めきることができません。エキサイトステージ翼からのヘッドのパスを飛び出したタワシ、キーパーと1対1、これはジャイアンのファインセーブに阻まれます。左サイドブンブン丸からのクロス折り返してシュートは打たせない。とにかく前半の虎の子の1点を守りきったエキサイトステージ、ここでタイムアップ、強豪稲妻イレブンに見事勝利を収めました。